さすがはアナスタシア、お見通しか。今度の戦いは厳しい戦いになる。大丈夫かい？ええ、もちろん。だってみんながいるんですもの。私の信じたみんながね。そうか。ねえ神山、一曲踊らない？え、ダンスを？でもこんな状況だし。こういう状況だからこそ少しは楽しんだ方がいいのよ。確かにそうかもしれないな。じゃあやるか。意外ね神山、あなたがこんなに上手だなんて。ねえ、一体どこでダンスを覚えたの？兵学校の時に鍛えたんだ。お偉いさんと踊る機会も多くてね。このステップとても素敵よ。あなた本当に何でもできちゃうのね。これでも兵学校首席だからね。さあ次はどの曲にしようか。お任せするわ。今日はあなたにリードされたい気分よ。ありがとう。おかげで緊張もほぐれたみたいだ。どういたしまして。私でよければいつでもお相手するわよ。本当かい？もちろん。私あなたと花組のみんなともっと踊りたい。許されるならこれからもずっとね。じゃあ約束だ。この戦いが終わったらまた一緒に踊ろう。ありがとう。その時を楽しみにしているわ。ですか？じゃないですよ。まさかヒロミさんが月組だったなんて。はい、私は帝国歌劇団月組、本郷ヒロミです。騙すつもりはなかったんですけど、神山さんごめんなさい。ヒロミさん、なんとも思ってませんよ。任務だったんでしょ？はい、街中での情報収集が目的でした。だから三日月の店員になっていたんです。なるほど、そういうことだったんですね。ならやっぱり謝る必要なんかありませんよ。三日月でもひろみさんにお世話になってますからね。いつも美味しい和菓子をありがとうございます。神山さん、こちらこそありがとうございます。ただ知られてしまった以上、私の正体を忘れてもらうのは無理そうですね。忘れる必要なんてあるんですか？同じ歌劇団の仲間じゃないですか。月組のひろみさんも和菓子どころ三日月のひろみさんも、これからも変わらずにお付き合いさせてもらいますよ。じゃあ私も新作をご用意してお待ちしてま
。やっぱり和菓子は最高です。ジャパン。そこにいるのは神山か。ぼさっとしてないで早く入ってこいよ。デジェロさん、早く来てください。洗ってほしいところがあるんです。私も手が届かなくて。洗ってほしいところが。洗ってほしいところだと。分かった、すぐに行く。しかし、みんなと風呂に入る仲になるなんて。見せるのは少し恥ずかしいが、俺も男だ。覚悟を決めるぞ。神山清十郎、特訓します。みんなお待たせ。あれ、みんなで風呂に入ろうって。みんなでお風呂掃除をしに来たんです。もう地獄に落ちてください。そんな掃除なんでもいいけど、キャプテン、早く服を着てくれないかしら。里の掟53条、エッチなのは良くない。すまない、すぐに来てくるから。だからお願いだ、見ないでくれ。風呂の掃除だったなんて、俺はなんて勘違いを。まさかこんな恥ずかしめを受けるとは。俺もうお婿に行けない。隊長、神山清十郎殿、空中戦艦ミカサへの着艦お疲れ様です。はい、お疲れ様です。あの、本当にいつきちゃんなの？本当に私ですよ。だって私マジで月組ですから。でもしかして実は気づいてました？私の正体途中から分かってたとか。わからなかったよ。正直今でも驚いているからね。
月組は諜報隠密部隊ですから。潜入するための訓練も受けてるから、どこからどう見てもただの帝劇ファンだったでしょ。ああ、すごく熱心なファンの子だなってそう思ってた。でもまあ帝劇ファンっていうのも本当のことなんですけどね。とにかく神山さん、改めてよろしく。帝国歌劇団月組、西条美月です。こちらこそ。ただどんな風に接すればいいかちょっと迷ってしまうね。いつも通りでいいですよ。帝劇にいたのは任務半分、趣味が半分、ううん、9割だもの。だから今まで通り、私のことは帝劇のファンってことでよろしくね。ああ、わかった。いつくちゃん、これからもよろしく。みんな集まったわね。では作戦の説明を行うわ。現在帝剣を奪った原案は要塞と化した競技場に潜んでいますわ。ですが多数の空中戦艦と大量のコーマによって競技場に近寄ることができません。この固い防御を突破するのが空中戦艦ニカサの役目よ。大きな被害は避けられない。でも絶対にあなたたちを競技場に届けますわ。スミレさん、危険なのはお互い様ですもの。そんな顔はしないでいただきたいですわ。競技場に入って命がけの戦いはむしろそこからです。せやからそこまでの道はドーンとあてらに任せとけばええんや。ありがとうございます。必ず必ず期待に応えます。とはいえ今回は今までにない熾烈な戦いになるわ。指揮を取るあなたの身にも万が一のことが考えられる。だから神山君、帝国歌劇団花組の副隊長を決めてちょうだい。花組の副隊長ですか。そう、あなたのそばにいてあなたを助けてくれる人、そしてあなたが自分の意志を思いを託せる人よ。俺の正義の意志を、平和への思いを託せる人。わかりました。重要な決断よ。決心がついたら私に声をかけてちょうだい。清十郎、アザミを副隊長にするか。いや、もう神山さん、クラリスを副隊長にするか。いや、もう少し考えてみよう。
神山。アナスタシアを副隊長にするか。いや、俺はまだアナスタシアに十分信頼されていないと感じる。副隊長は他から選ぼう。神山。初歩を副隊長にするか。いや、清十郎さん。さくらを副隊長にするか。よし、決めたぞ。花組の副隊長はさくらしかいない。花組の副隊長は？はい、決まりました。彼女しか考えられません。では誰を副隊長に決めたのか、あなたの決意を聞かせてちょうだい。俺が副隊長に決めたのは、さくら、君が副隊長だ。頼むぜ、さくら。さくらなら安心して背中を預けられる。ついにというか、ようやくというかですね。さくらなら当然だわ。おめでとう。本当に、本当にこんな私でいいんですか？俺はいい加減な気持ちで君を副隊長に選んだわけじゃない。俺には君が必要なんだ。副隊長として一緒に戦ってくれ。嬉しい、嬉しいです。私精一杯頑張ります。これで決定ですわね。副隊長は決まりましたけれど、花組は全員揃ってこそですわ。みんなで神山くんを支えてあげてね。はい。では作戦開始よ。総員準備はよろしいですわね。目標、帝国競技場、空中戦艦ミカサ発進。主砲発射準備。主砲発射準備。手を止めるなよ、急げ。主砲照準固定。目標競技場外壁。着弾誤差予測1メートルありません。いけます。主砲撃て。やった！競技場外壁の破壊に成功したで。このまま内部に突入しますわ。期間最大。新たな敵です。何としても突破するのよ。神山くんたちを競技場に届けるために。そら分かってるけど、こいつはきっついで。副砲開け、全力応戦。被弾率 40% を超しました。航行不能まで予測3分。競技場につけば沈んでもいい。なんとか持たせて。敵の攻撃が止んだ。敵艦発砲停止。これは一体。
落ち着きなさい。ただの幻よ。すでに帝剣は発動した。弦と降臨までもうあとわずか。今さら貴様たちが抗っても無駄だ。俺たちは決して諦めない。何を言っても無駄だ。お前たちはそうかもしれん。だがそこの女はどうかな。スミレさん、弦との封印が解ければ確かに高魔王様は復活する。だが同時に旧過激団の者たちも帰ってくるのだ。お前はそれを望み、それを願い、長きにわたって戦い続けてきたのではないのか。わかるか。お前の目的は我が目的と同じなのだ。逆らうなスミレよ。今すぐ撤退し、ゲントの降臨を見守ってくれ。スミレさん。俺は信じています。スミレさん。さて、お前の考え通りにスミレは動くかな。さあ、舞台から降りるのだ。そして我と共に祈ろう、ゲントの復活を。スミレさん。あの時、あと一歩のところで私の霊力は尽きてしまった。私は取り残された。みんなと一緒に行くことができませんでしたわ。目の前で手を伸ばせば届くような、そんなわずかな距離なのに、私はみんなが消えていくのをただ見つめるしかできなかった。みんなに会いたい、それだけを思い続けて、眠れぬ夜を何度過ごしたことでしょう。その気持ちだけは嘘偽りのない真実の思いですわ。そうだろう、わかるよ、痛いほどにね。だがそれもゲントが復活すれば終わる。共にその瞬間を喜ぼうではないか。お黙りなさい。さくらさんはいなくなるとき、目の前で私を見て笑いましたの。はあ、よかった、スミレさんが残ってくれて。これで私たちがいなくてもテイトは安心だって。みんなを助けるためにコウマの口車に乗ってテイトを危険にさらす。はっ、そんなことをしたら花組のみんなに顔向けできませんわ。悪を倒して正義を示す、私を、帝国歌劇団花組をなめないでいただけますこと。スミレさん。貴様、その言葉もう取り消すことはできんぞ。ならばかかってくるがいい。貴様らに真の絶望を教えてやろう。スミレさん、かっこよかったです。ありがとう。いや、お金だろ。これが帝国歌劇団花組トップスターの貫禄ですか。里の掟103条、神崎すみれは怒らせるが絶対だぞ。さすがね。本当に良かったんですか。ええ、あの方たちはしぶといですから、きっと自分たちで帰ってきますわ。敵空中戦艦の砲撃
撃やで。うひゃ、すごい数や。花組隊員は出撃準備を。今すぐ量子戦闘機に乗り込んでちょうだい。これから先命の保証はできませんわ。もしミカサが落ちても脱出して絶対に競技場にたどり着くのよ。スミレさん行きなさい。花組は機体に搭乗せよ。突入作戦を開始する。了解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 。敵艦一斉に行動を再開しました。次々と砲撃してきます。ちょっと待ってや。この数は下げ。敵ミサイル多数来ます。あかん、これを受けたらもう止まってまで。上海歌劇団参上。よっしゃゆいさん助けに来たよ。遅れてごめんね。ありがとう。敵はまだまだいるんだ。行くぞ。了解。無事ロボです。死ぬかと思ったで。神山くん、そっちは大丈夫？はい、これより花組は競技場内部に突入します。私にできるのはここまで。あとは頼みましたわ。絶対に生きて帰るんやで。ご武運を。ここまで来てもらったんだ、負けられねえぜ。もちろん負けるつもりなんてありません。絶対に経験を取り戻す。そして帝都に平和を。行きましょう青十郎さん。よし行くぞ。帝国歌劇団花組出撃。了解。